don't want to be a laundress. I want to be famous. カメラの前でエネルギーを爆発させるニッキー。そこには紛れもないトレーシーがいた。No inhibitions. I just put all of Nikki Blonsky and what I had to offer out on the table. This is me and this is what I got. And I hope you like it. この日、トレシー役のオーディションを記録したドキュメンタリー番組の取材で、ニッキーが働く店にカメラが現れた。アイスクリームを売るその姿は、どこにでもいそうな普通の女の子。しかし、パソコンの前で待つニッキーに届いたあるメッセージが、彼女をスターへ導くことになった。はい、ニッキー、大きなアイスクリームを作った方がいいよ。君がトレーシーだ。Because I followed my dreams, and my dreams came true. 21世紀のちょっと太めなシンデレラとなったニッキー。 Nikki Blonsky is the perfect Tracy because she is Tracy. She has to be beautiful, she has to be an amazing dancer. She has to be able to sing, she has to be able to act, she has to be funny. You know, and honestly, I can't picture another person playing this role other than Nikki.Honestly, she is absolutely perfect. Tracy feels like one of my best friends. Like, she's like my imaginary friend. You know, it's kind of weird, but she is. She's somebody who I relate to. You know, her message and her ideas and her thoughts, we share them. We have them in common. And what I love about Tracy is that she just does her thing and she just...doesn't care what people think, and that's how I am. I mean, I just say what's on my mind, and I love having fun, and I just am who I am because that, at the end of the day, that's what makes me happy, is that... ニッキーはダンスも歌も演技においてもほとんどレッスンを受けた経験がない、いわばド素人。けれど、映画ヘアスプレーの主人公トレーシーと同じく、決して諦めずに夢をつかんだ彼女の姿は、まさにこの映画のテーマと重なり合う。映画のファーストシーン、ニッキーはトレーシーとなってその思いの丈を歌い上げた。史上最重量級のシンデレラストーリー、いかがだったでしょうか。さあ、映画ヘアスプレーには実はもう一人ヒロインがいるんです。それがこちら、トレイシーのママエドナー。はい、いやー、娘に負けないほどのダイナマイトバディ、しびれますね。そしてこのエドナー、一体誰が演じているかわかりますか。この目元あたり、見覚えありませんかね。ヒントはナイトフィーバー、ナイトフィーバー。そう、なんとジョン・トラボルタなんですね。あの大スタージョン・トラボルタが女装し、この巨体に大変身。なんと30年ぶりに華麗なステップを披露してくれるんです。絶対に見逃せないジョン・トラボルタの大変身。さあ、今日は一足先におすすめシーンをお楽しみください。 Get the groovy。 ミュージカル映画に革命を起こすため、今回映画ヘアスプレーには今注目の若手俳優ザック・エフロンをはじめ、とびきり豪華なメンバーが集結した。中でも驚きのキャスティングはジョン・トラボルタ。トラボルタの出世作となった1977年のサタデーナイトフィーバー。その翌年公開され、トラボルタの名声をさらに高めたミュージカル映画グリース。しかし、その後俳優としての幅を広げていったトラボルタは、イメージがつくことを恐れ、あえてミュージカル映画への出演を避けてきたという。そのトラボルタに30年ぶりのミュージカル映画出演を決意させたもの。それは、女装して演じるトレーシーの母親エドナという役どころが今までにない挑戦だったからに他ならない。特殊メイクアップのチームは